私はかつてこの地の全ては深く根付いてしまっているものと思い込んでいた。だが今は白クーザという泥沼からはそう簡単には逃げられないってこと。それが誰であろうとね、白クーザの雨は血を洗い流すためのものなんだよ。この国にはあんな形で死ぬべきではない人々がいる。彼らは助けを必要としていて、それに値する人物だ。おっと、そうだった。ごきげんよう、紳士淑女の皆さん。私の生き方はいつも変わらない。だが人はそれを見て言うんだ、いかにも白クーザ人らしい。